はい、岩手一関からハンバーグおじさんです。今日はですね、ホトバラを分割していきたいと思います。まずはですね、外バラ、これ裏返してましょう、こういった感じですね。で、最初に後ろのここの部分ですね、こちらを外していきます。はい、こういった感じで細く取りますね。はい、こういった感じでここ取ります。これハンバーグになります。続きまして裏返しますね。で、裏返して見えるここですね、ここがささみっていう部分です。ここはカルビで使いますので、最初にこちらを分割していきます。この時もあんまりお肉を反らせない、お肉にストレスをかけないように優しく広げながら、はい、取れました。でかいですね。これささみという部位ですね。次にですね、このままだと大きいので一度ここで分割します。ちょうどこの境目あたりに油があるので、その油のあたりで分割します。続いてですね、これ裏返してですね、ここの部分ですね、ここの部分を剥がします。三角形になっているので、こう引っ張りながら包丁を当てて剥がしていきます。その時もあんまりこう強く引っ張ったり反ったりするとお肉にストレスがかかるので、優しくこの薄い膜ですね、これが出るぐらい引っ張って、この膜を切っていく感じですね。分割ってすごく難しそうに見えるんですけども、大体がこういった薄い膜をこういった形で切るような形で分割ができるので、実は分割ってそんなに難しくないんですよね。こちらは比較的硬いので切り落としとかに使います。続いてですね、こちらとこちらのお肉、こちら目の向きが違うんですよ実は。なのでこことここを分割していきます。あらかじめこのお肉の上の部分の油ですね、余分な油を取っておくことで分割が楽になりますので、一旦油を外します。油も小さめに切っていきます。こういった形で油を取ってから、こちらの部位とこちらの部位に分けていきます。で、ここの部位はこういった形でお肉にお肉がこう重なっているような状態になるので、分割するときにくり抜くように分割していきます。最初に上のこのラインを分割をしてあげて、ここの部位に関してはお肉屋さんによってばらさないで同じこう柵取りをしたりするところもありますけど、お肉の硬さがちょっと違うのであえてここは切り離します。さっき言ったようにこういった形でこの先は分割していきます。はい、外れました。こちら側のお肉は、見ていただいて分かると思うんですけど、ちょっと繊維が太いんですね。なのでちょっと固めのお肉になります。なのでこちらはカルビに使います。ちょっと余分な脂を外します。はい、でこちら外バラの縦バラですね。
縦バラも、まあ、あらかじめこの大きな状態で大きめの油ですねを外しておいた方が後々の処理が楽になるので、表面の油だけ今日は外します。裏の方も油を外しておきます。はい、これぐらい外しておいて、あとは実際にカットするときにこの表面を削ることで、このまま全部外してしまうと真空パックした時に色が変わってしまうので、これぐらい油を残して一旦真空パックをして、使うタイミングで表面をの油を外してカットするっていうような使い方をしてます。せっかくなんであれですね、ここ半分にしてみましょうか。はい、こんな感じですね。カルビ、上カルビ、特選カルビに、主に使ってますね。こちら美味しそうですね。あとこちらですね、こちらも今回は表面の油だけを外していきます。これは真空パックをしてカットするタイミングで表面あと残った分を処理します。はい、外バラの分割が終わりました。こういった形でいろんな部位に分かれます。この辺縦バラと言われる部位であったり、フランクですね、上カルビ、カルビに使います。こちらささみ、波のカルビですね。骨山と骨山の下、こちらに関しても波カルビ、こちらだけ硬いので切り落としの方に回します。ここハンバーグに使いますね。ここの油もバラの油として冷蔵庫に保管をして、後でいろんな油と組み合わせをしながらハンバーグの方に使っていきます。ここから先の分割カットに関しては別動画で紹介しますので、ぜひ見てください。